はい、皆さんこんにちは。今回はパチンコ経営者は機械人ばかりについてです。今回はパチンコ業界です。かつて業界規模30兆円と言われていたパチンコ業界ですが、在日の方々が7割を占めると聞いていました。実際どうなのか確認しました。令和になってからの売上規模上位の会社を見てみましょう。令和になってからの年間売上ランキングです。第6位、信田エンタープライズです。株式会社信田エンタープライズはパチンコ店などの事業を営む日本の企業です。パチンコ店123の店名で大阪府を中心に74店舗を出店しています。信田エンタープライズはこんな感じの店舗です。このような店舗がたくさんある大企業です。昭和38年1月に設立、従業員3500名以上の大企業です。社長信田直弘さん、専務取締役信田聡さんです。昭和50年10月9日の官報です。拡大します。代表取締役社長信田直弘さんは民族名伝直弘、専務取締役信田聡さんは民族名伝聡さんです。帰化した住所も大阪府ということで信田エンタープライズの地盤と一致します。信田さんたちは伝一族のようです。社長と専務のお父様と思われる信田国吉も帰化しています。信田グループ元会長信田国吉のお別れ会について記事がありました。国尾元会長が大の巨人ファンで、原監督と親交が深く、郷ひろみさんとも40年近く付き合いがあったそうです。原監督と郷ひろみさんが在日の方である可能性を感じました。続きまして第5位、アンダーツリー。兵庫県大阪府を中心に貴重な他の屋号でパチンコ店を営む会社である。グループ全体で134店舗を展開、社名は創業者の名字木下を英文に直訳したことに由来する。アンダーツリーで木下ということで、このような店舗をたくさん展開している大企業です。代表者木下春夫さん、売上高1840億7000万円、従業員数2119名の大企業です。アンダーツリー木下を意味していて、木下一族の企業のようです。代表取締役会長木下春夫さん、取締役木下雅子さん、もう一人取締役木下晋作さん、奥さんとお子さんのように見えます。昭和55年7月22日の官報です。拡大します。代表取締役会長木下春夫さんが宋さんで、もう一人木下雅子さん、民族名パクさん、木下晋作さんは、宋晋作さんということで、帰化しておりました。でもう一つ、同じなんですが、電子版ですね。官報の電子版で表示させていただきます。代表取締役会長、木下春夫さんが、宋さん。で、木下雅子さんが、パク春子さんで、木下晋作さんが、宋晋作さん。アンダーツリーの木下一族も帰化しておりました。続きまして、売上ランキング3位のガイアです。こちらの看板がガイアです。全国に167店舗展開、マルハン、ダイナムに次ぐパチンコ業界の大手企業、地域密着型店舗をメインとし、地域の行事などにも積極的に参画する。兵庫県で同じガイアの店舗名で展開している辰巳コーポレーションとは無関係、パチンコ業界ナンバー3です。兵庫県のガイア、辰巳コーポレーションですが、社長がリーさんだと出ていました。まず兵庫県のガイアが在日の経営者だと分かりました。で、先ほどのガイアに戻ります。株式会社ガイアは従業員数2184名の大企業です。代表取締役会長吉原武雄さん、代表取締役副会長吉原哲夫さん、取締役社長吉原孝之さんと、もう一人社長吉原直樹さん。ガイアは吉原一族の会社です。昭和63年6月22日の官報です。拡大します。代表取締役副会長の吉原哲夫さんと、代表取締役社長の吉原直樹さんが共に帰化しておりまして、こちら親子のようです。お二人確認できまして、
で、昭和63年8月4日の官報です。拡大します。代表取締役会長の吉原武雄さんと、もう一人、取締役社長の吉原隆之さんが共に帰化しておりまして、でこちらも親子のようです。武雄さんと哲夫さんが兄弟で、隆之さんと直樹さんがいとこだと思われます。吉原一族は両さんたちですね。両一族ということで確認できました。ガイアも在日の方が経営者だと分かりました。業界ナンバー3も確認できました。続きまして、売上ランキング2位、ダイナムです。ダイナムの看板です。株式会社ダイナムは東京都荒川区西日暮里に本社があるチェーンストア型パチンコホールを経営する企業です。2016年5月現在、沖縄県以外の都道府県に444店舗を展開し、パチンコホールチェーンとしては日本一の店舗数である。他の大手パチンコチェーンに先んじて労働組合を結成した。2005年3月期にはマルハニについてパチンコ業界では2社目となる年間売上高1兆円突破を果たしています。ダイナムは1日に約40万人も来場するそうです。ダイナムの会員数は380万人もいるようです。売上2位、店舗数は1位、マルハンと業界の双璧ダイナムです。佐藤陽平さんが沢商事を設立して、佐藤陽次さんが後を継いだようです。その後、株式会社ダイナムに社名変更しました。2015年6月に佐藤浩平さんが社長になっています。ダイナムは佐藤一族の会社のようです。昭和31年11月1日の官報です。拡大します。同じ日に佐藤一族は帰化しています。で、この枠内ですね。佐藤一族は李一族です。で、佐藤陽平さんが李寛喜さん。で、佐藤陽次さんも李さんで、佐藤浩平さんが李浩平さんということで、官報に載っておりまして、帰化しておりますことを確認できました。元社長の佐藤陽次さんのプロフィールです。ダイナムの社長と会長を務めた後、財団法人や社団法人の理事も務めた日本の名士です。1945年昭和20年9月24日生まれです。先ほどの官報に戻ります。縦の赤線3本引いておりますうち真ん中の線ですね。佐藤陽次さんは民族名リーさんということで、帰化しております。業界2位のダイナムもリー一族が経営しているようです。続きまして業界1位マルハンです。株式会社マルハンはパチンコホールマルハンを中心にボーリング場、アミューズメント、映画館も運営する総合エンターテインメント企業です。従業員数12648名、売上高1兆565億9300万円、菅翔雄代表取締役会長、韓雄代表取締役社長です。ハン・チャンウ・カン・ショウユ会長、1931年昭和6年2月15日生まれです。平成14年4月9日の官報です。拡大します。ハン・チャンウ・カン・ショウユ会長、民族名そのまま、1931年昭和6年2月15日生まれと、生年月日も一致しておりまして、帰化されておりますことが分かりました。続きまして、韓雄社長ですね。右側の方です。1963年、昭和38年、4月17日生まれです。昭和61年2月6日の官報です。拡大します。韓雄社長、1963年、昭和38年、4月17日生まれと、民族名と生年月日一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。韓雄社長も帰化しております。マルハンは、反一族の会社です。パチンコ売上ランキング上位を確認しましたが、これ以外の大手も在日経営者ばかりです。株式会社三洋物産です。株式会社三洋物産は、愛知県名古屋市に本社を置くパチンコパチスロメーカーです。事実上のイメージキャラクターはマリンちゃん。大工の源さんも大ヒットしているそうです。マリンちゃんの三洋物産です。代表取締役社長は金沢善久さんです。平成12年8月7日の官報です。拡大します。民族名金善久。金沢善久さんは通名です。
愛知県名古屋市に本社がありまして、本社近くに在住ということで、この点も一致しております。聞かされております。次の資料です。平成22年12月24日の官報ですが、この時の社長が金沢陽久さんだとありました。お父様だと思われますが、金沢善久さんが金善久さんですから、金沢陽久さんは金陽久さんです。大変興味深い民族名だと感じました。金陽久さんはお名前の効果があって、大富豪になられた可能性を感じました。三洋物産も金一族の会社のようです。パチンコチェーンストア協会というパチンコ業界団体があります。現在は名称変更されておりまして、そこに所属する政治家がたくさんおります。政治分野アドバイザーとして自民党19名所属しております。野党が18名所属しておりまして、合計37名もおります。お金が集まる業界ですので、政治家もたくさん集まっています。在日7割でなく、ほぼ10割のパチンコ業界だと分かりました。そこが日本の政治に大きな影響力を持っています。今回は以上になります。もともと在日7割の業界だと言われてきましたが、もっと在日の業界だと分かりました。ほぼ10割。他の業界もさらに確認して、本当の今の姿、日本の姿を確認していきたいと思います。他の動画をご覧ください。チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。